ローナン・キーティングローナン・キーティングはアイルランド・ダブリン出身の男性歌手。1993年16歳の時にボーイズグループボーイゾーンのメンバーになる。また、この後に当時まだ知られていなかったウエストライフをマネージメントする。1999年からはソロ活動に専念している。トップ10シングルは14曲。代表曲として EN。 ウェインユーセシングエイティオールがある。この曲は映画ノッティングヒルの恋人のサウンドトラックに使用された。デビューアルバムロナンは2000年7月31日に世界中でリリースされ、セカンドアルバムのデスティネーションは UK チャート1位を獲得。プラチナを獲得している。しかし、サードアルバムターニットオンは UK チャート21位にとどまる。2004年には ローラン・キーティングの集大成、10イ r ーズ・オブ・ヒッツをリリース。2006年6月5日には、n リング・ユー・ o ームをリリース。UK チャート3位を記録。1997年にユーロビジョン・ソング・コンテストの司会を務め、同年と1999年には、MTV ・ヨーロッパ・ミュージック・アワードの司会を務める。また、2002年には、MTV ・アジア・ウォーズの副司会を務める。 1998年に結婚し3人の子供がいる。トム・クルーズの大ファンでもある。2007年にはライブ活動を再開する。同年3月9日にカンボジアで5月7日、9日にライブをすると発表。このような発展途上国で国際的に有名な歌手がライブパフォーマンスを開催することは非常に期待が持たれていた。 4月23日にはチケットが発売され、カンボジアで開催された後は、台湾、スイス、イギリス、ドイツでも開催された。活動を休止していた、ボーイゾーンが2007年の暮れに再結成し、2008年からは、ボーイゾーンのメンバーとして活動をしている。そのボーイゾーンの活動と両立して、自身5枚目のアルバム、ソングフォーマイマザーが2009年3月にリリースされた。 アイルランド UK アルバムチャートで1位を記録。チャリティ活動にも熱心で、彼の母が1998年に乳がんで亡くなって以来、彼の家族は乳がんと戦う女性を援助するチャリティ基金を創設する。2009年2月27日から3月7日にかけて、イギリスのチャリティ番組、コミックリリーフのチャリティ活動の一環として、ゲイリー・バーロー、シェリル・コールなど、 多数の著名人と共に、キリマンジャロ登山に挑戦し、見事、頂上にたどり着いた。ありがとうございます。